前形のトウモロコシは亜鉛欠乏症を受けている。同時期に定触された後継のトウモロコシは健全である。亜鉛欠乏症にフィシャンシートは植物が植物培地中から生育に十分な量の亜鉛を摂取できない時に発生する溶害である。世界中で見られ穀物や牧草において最も一般的な微量元素欠乏症である。穀物の生産量や 品質の著しい減少を引き起こしている。穀物栽培のほぼ半分は、亜炎が不足した土壌で行われている。結果、人間の亜ン結乏症が広く拡散し、問題となっている。マカダミア属植物の亜ン結乏症。最も若い葉に紅白化、藍化、及び奇形が見られる。外観上の症状には、以下が含まれる。いずれの症状も、 まず上位用に現れた後に海洋に及ぶ。亜鉛不足の原因には以下が挙げられる。硫酸亜鉛や酸化亜鉛の使用は亜鉛欠乏症を改善することができる。例えば、フィリピンやミャンマー内陸部の亜鉛欠乏地帯では、田植え前の地中や水糖病を0.1%硫酸亜鉛水溶液につける。土壌中全濃度が5から1 0 0ラム。 ヘクタールになるように亜鉛を使用することが推奨されている。ただし、亜鉛の最適な水準は植物の種類と欠乏症の重症度によって異なる。また、塩基性土壌の場合、亜鉛を添加しても土壌中の亜鉛は植物が吸収できない形態であり続けるため、亜鉛の使用は亜鉛欠乏症を改善しない場合もある。硫酸亜鉛、亜鉛キレートあるいは 天然の有機物複合体の溶面散布は特にブドウといった果樹に広く使用されている。亜鉛の供給は種子へと行うことができる。また、苗を亜鉛溶液に移植して根を侵しすることによっても可能である。ありがとうございます。